はい、おはようございます。ですね、今回は日本名出演25張り切れ伝藤原ゆきなり先生筆泉式部俗集切れ伝藤原豪勢先生筆ということで、二元社のやつですね。これをちょっとやっていきたいなと思います。で、とりあえずね、張り切れをやっていきたいと思います。で、張り切れっていうのはですね、すごいですね。本当に針金のような、あれです、表現ですね。ほら、こんな感じですよね。で、まあこれをやっていきたいなと思います。で、どれをやっていこうかなと思うんですけど、まあどれでもいいんですけどね。まあ最初なんで、最初をやっていきますかね、これね。ということで、やっていきたいと思います。で、これはですね、まあ、指で見ていただくとわかるんですけど、非常に、小さいです。小さいですんでね、ちょっと、最近、目がね、乱視なんでね、ちょっと、ちっちゃいと辛いんですよね。まあでも、まあやっていきたいなと思います。で、まあ張り切れ、まあ島谷博之さんがおっしゃるにはですね、張り切れには源重幸の曹の衆、と、相模衆の二つの歌集を書写した段巻が確認されているということですね。そういうことなんですね。藤原豪勢先生はですね、まあ、10世紀の人ですね。972年から1227年、に活躍された人だそうなので、まあ、その藤原豪勢の筆と伝承しているが、確証あってのことではありませんということですね。まあでも、そうは言っても、それくらいの達人レベルだってことですね。まあ、ということで、まあやっていきたいと思います。じゃあね、これ、最初はこれ、まあ、下のやつを見ると、まあ、お歌ではないので、この若草にうんちゃらかんちゃらっていうのをやっていきたいと思います。若草に駒引き止めてふるさとの花の盛りを見ても、ゆかなんってやつですね。これをやっていこうかな。若草の、どれだこれが、これだ。これですね。若草の、この、わー、いい感じですね。よし、やっていきましょう。まあ、前置きがちょっとね、長いとね。で、まあ、いつものごとく、あれ、いつものごとく、ちょっとアップしてやっていきます？アップしていっていきますか。で、まあ、これに、こんな感じか。3文字か4文字ぐらいしか、ちょっとね、いかないな。もうちょっとつっといきますか。こんな感じね。で、やっていきたいと思います。で、いきます。で、若草にこれね、まあやっていきましょう。あれなんか、
赤草に、あれ？でかいっすね、これ。ちょっとダメだね。若草に、なかなか、なかなかね、若草に、駒まで入る？駒、まあいいか。こっちに、行くか。ここなんですけどね。入るかな？入る感じだね。ということで、もうね、なんかこう、岩場の陰から覗くように、まあ、この書くところと目の間にカメラを置いてるので、カメラ、まあ、つまり、岩場の陰から、覗き見ながら書いてる感じなんですよね。だからちょっとね、もう、くたびれちゃいます。んで、まあ、やっていきます。こう、ふるさとの花の、こんな感じかな。ふるさとの、ふるさとの盛りを見てもよかなん。盛りを。見ても、盛りを見ても、このね、まあ、こっちで見るとわかるんですけど、この、元、湯の、つながりが、かっちょいいっすね、これね。かっちょいいな、これ。かっちょいいよね。床なんまで行けないよね。まあ、じゃあから、しゃあないな。床なん。元湯をつなげたかったな。
ゆかなん。ということで、やってみたところ、どうでしょうかね。もうちょっとこれ、クリクリと上げてみます。よし、こんな感じかな。で、つつつということで、わかりますかね。まあちょっと、わからない、読んでも、読めない人のためにね、ちょっと、やっていきたいと思います。若くさ、さに、若草に、駒、引き止めて、ふるさと、ふるさとの花の、盛りを見ても、ゆかなん。ということで、書いてみました。ね、こういう感じです。小さい字なんでね、非常に繊細ですよね。ということで、以上でした。ありがとうございました。